岐阜城北はシード校の関商校や大垣日大にサヨナラ勝ちして、決勝では県立岐阜商業に延長11回タイブレークの末6対5で競り勝ちました。粘り強さで勝ち上がった岐阜城北は9年ぶり4度目の甲子園出場です。今日県庁を訪れたのは富田俊斗首相や秋田和也監督ら4人です。富田首相は、全力プレーを県民の皆さんに届けられるよう精一杯頑張りますと意気込みました。秋田監督は、県大会同様挑戦者として臨む、最高の舞台で戦えることに喜びを感じてほしいと話しました。堀教育長からは、県大会以上に強くなった姿を甲子園で見せてくださいとエールが送られました。全国高校野球選手権大会は来月4日に組み合わせ抽選が行われ、7日から阪神甲子園球場で開幕します。